俺ニートなんだけど、ある日突然家族が出てった。もともとは妹と母と父と俺で一軒家に住んでて、妹とは俺が小さい頃から中学生の頃くらいまでは結構仲良かった。ちなみに年齢は3歳違う。それで俺が中学を卒業してニートになってからはだんだん接点がなくなってきた。ニートになった最初の頃は俺が引きこもってたから自然と会わなくなって、でもたまに会えば会話はしてた。俺は部屋にこもって、昼間に寝て夜中に起きて、ご飯食べてまた部屋に戻ることが多かったからあんまり会わなかった。それであんまり会わないから会話もしないようになってきて、もっと時間が経ったら、たまに会っても何にも喋らないようになってた。それで、もう妹とも母とも父とも喋らないようになってた。そんなある日に突然家具とかだけ残してテレビとか電話とかがなくなってた。焦って印鑑とか通帳とか財布とか妹の部屋とか覗いたけど、重要そうなものはほとんどなくなってた。ちなみに置き手紙とかはなかった。家に残されてたのはタンスとか布団とか冷蔵庫とか洗濯機とか。これが起こったのはある日突然だったけど、もしかしたらこういうこともあるかもしれないっていうのは、ニートになった一番最初の頃にいろいろ考えてたから、引きこもりの俺だけ置いてみんな出て行った。っていうのはすぐわかった。俺はまず、もういなくなった家族を探しても、どうしようもないと思った。次にこの家は自由に使えるのかって考えた。で、もしかしたら家も売られちゃってるかもしれないと思って2、3日、家でドキドキしながらいつも通りに生活した。なんかセールスみたいなのは来たけど、家の様子を見に来たっていう感じの人は来なかったからまだ不安だったけど、とりあえず家は自由に使えるって自分に言い聞かせた。今わかるから書くけど、ちなみにこの家は実際ニートの俺にくれたらしい。でもそれからの大体1年くらいの一人暮らしが死ぬかと思った。最初の様子見の2、3日も合わせて、最初の5日ぐらいはいつも通りに生活できた。どうにかしなきゃと思ってたけど、うだうだといつも通りの生活してた。部屋に引きこもって本読んだりゲームしたりパソコンやったり電気もネットも繋がってた。もうずっと大丈夫なんじゃないかなって思った。でも、まず、いつも通りに服とかタオルとか使ってたら洗濯済みのタオルがなくなった。服も残り少なくなった。でも洗濯機はあったし、水道も電気もこの頃はあったから、洗濯機の近くに置いてある洗剤を適当に入れて洗濯機を回してちょっとほっといて、終わったら2階のベランダに全部干した。俺は夜露とか雨とかどうでもいいから、ずっと干しっぱなしで、使う時に取って使ってまた洗濯して干すって方法を電気が止まるまでは繰り返した。雨で洗濯物が濡れちゃったりしても気にしないで濡れたまま来た。それでそれより先に問題になったのは食べ物だった。冷蔵庫があって電気もあったから腐るってことはなかったけど、腐る前に食べきった。冷蔵庫の中身は大体10日で、米とか海苔とか乾物みたいなのも細々と食べて20日ぐらいで全部なくなった。ちなみに食べ物を全部食べ終わる頃にはネット回線も止まってた。それからはもう家には食べ物もお金もないから、どうしようってことになった。俺は小さい頃に家族で伸びる鳥したことを一番最初に思い出した。思い出してとりあえずそれを探しに行こうと思って外に出た。昔取った場所あたりを探したら簡単に見つかったから探し回って大量に抜いて持って帰って、味噌とか醤油とか塩とか調味料はあったから味噌つけて食べた。若干旬を過ぎてたっぽくて、なんか硬くて味も臭くてまずかった。でもそれしか食べるものがないかもしれないと思って、きれいに洗って大変になった時に全部食べるために葉っぱも茎も本体も全部冷蔵庫に入れた。でもそれだけじゃ安心できないから、他に食べられそうなものってないかなって考えた。中学生の頃にやってた釣りを思い出して、物置に釣り道具がないか見に行った。奥の方に置いてあったルアーフィッシングとかじゃなくて、ただ竿の先に糸つけて貼り付けて餌つけて浮きつけて重りつけて垂らすやつ。餌は釣り場所の土を掘ればミミズがいるからいらなかった。一匹釣ればそれを解体して餌にしたりしても釣れた。しかもその釣り場ってカメとかでっかいカエルとかザリガニとかもいて、結構食べられそうなのがいっぱいいるのも思い出して、ドキドキしながら急いで行った。自転車で行った。自転車も残ってた。自転車は俺の小遣いで買ったパパチャリ。妹の自転車はなくなってた。釣り竿を自転車のフレームの間に斜めに挟んで行った。釣り場所っていうのは整備されたところと整備されてないところがある池みたいなところで、昔はカブトムシを探しに来てクワガタを取って帰ったりもした。掘り返してミミズを3匹くらい捕まえて、竿と糸と針を用意してミミズを突き刺して前に釣れたことがある場所に行って投げ入れた。しばらくすると浮きが沈んでた。前からほっといても釣れるような甘い釣りだった。引っ張ると意外と重くて大物かなって思うんだけど、上げてみるとそうでもない小さいブルーギルだった。でもこれは釣れると思ってミミズを大量に集めていっぱい釣った。合計で15匹くらい釣れた。これぐらいでいいか、と思って家に帰った。で、どうやって料理しようって考えた。とりあえず油で揚げてカリカリにすればどんな部分でも食べられるだろうし、火を通せば寄生虫とかも大丈夫かなって考えた。母が置いて行ってた使いかけの油を再利用した。ドボドボ入れてしばらく火にかけて温度上げた。で、適当に洗ったブルーギルを最初1匹入れた。予想してた通り油がすごい勢いで跳ねたから、次は注意しながら何匹か入れた。で、一杯まで入れてしばらく念入りに揚げて7匹くらい出来上がった。試しに食べてみたけど、なんか苦くてまずい。でもしょうがないから我慢して1匹全部食べてみると、身の方は割と美味しいってことが分かった。なんかどうも皮とか皮から滲み出てる汁が苦いみたい。内臓もまずい。はっきりとは分からないから、次は適当に皮剥いで内臓も取った。
綺麗に取れないからだいぶぐちゃぐちゃになったけど、それを揚げて食べたら最初よりはいい味になってた。これはこれでいいんだなって思って、それからブルーギルは皮を剥いで内臓を取って食べるようにした。それから数日はブルーギル取ってきて、まずいノビルとかも食べて割と整った生活してたんだけど、でも電気が止まった。前の日寝て起きたら電気が使えなくなってた。すぐにもう洗濯はできないと思って、使った服とかタオルを洗濯するのをやめて、使った服タオルは洗わないで直接ベランダに干すっていう方法に変えた。どうしてもダメな場合は水で洗った。水はまだしばらく出てた。電気がつかないから夜はトイレも行きづらかった。普通、懐中電灯を使うらしいし、懐中電灯も確かどっかにあったような気もするけど、面倒くさくて庭に出て穴掘ってそこにした。真っ暗でも外だとトイレに行くよりは楽だった。それからちょっとの間、ガスは使えてたんだけど、しばらくするとガスも止まった。ブルーギルが焼けないのはかなり困るから、焚き火で一気に焼いて貯めた。焚き火は通報されるかもしれないってことは知ってたから、人気のないところで人気のない時間にこっそり焼いたり、庭でチンマイ火で焼いたり、たまにどうしようもなくて家の中で焚き火したりして、すごく煙くなったりした。でも家はもう誰もいないから何も言われなかった。ちなみにライター使って、新聞紙、トイレットペーパーと、あとその辺に落ちてる木の棒で燃やした。それから何週間かすると、もうブルーギルとノビルだけじゃ飽きてきちゃって、どうしようかなって考えたら、釣り場にいたカメが食べたくなった。カメをひっくり返して固定して、あの甲羅を直接火で炙ったら、そのまま鍋になるんじゃないかなって思った。すぐ池に行ってカメ探したら、日光浴してるのとか、水中いるのが見えるのとか、息継ぎに来てるのとか、いろいろいた。俺はカメだと釣るの面倒くさいと思って、海パンとゴーグルと釣った魚を取るのに使ってた網を持って、めちゃくちゃ汚い池に入った。入ってからカメを取る前に、みなそこに物がいろいろ落ちてて、足が痛いことに気づいた。一度上がって靴履いて、靴紐を強く締めて、また入った。ガボガボして動きにくかったけど、しょうがなかった。カメは近づくと結構、素早く逃げるんだけど、しばらくやってると2匹取れた。とりあえず1匹焼いてみた。そのまま焼いたんだけど、かなり食べづらい。首の小さい穴から肉をちぎり取って食べるしかない。ある程度、雑に食べて食べられる味だって確認はできたから捨てた。次のもう1匹は缶切りで、腹の方の甲羅を雑に剥がした。なんかすぐ内臓があった。ブルーギルの経験から、内臓は食べられないってことは分かってたから、捨てて水で洗った。内臓を捨てたらかなり量が少なくなったけど、焼いて食べたらブルーギルよりうまかった。それからしばらくはその釣り場とか他の釣り場とか探し回って、カメばっかり食べてた。で、飽きたらまたブルーギル食べたり、カメ食べたり、あとそのうち毒じゃない草なら何でも食べるようになった。確認方法は、まず手にこすりつけて異常がなければ口に入れてみる。口も異常がなければ飲み込む。飲み込んでしばらくして異常がなければその草は食べられるから、まずくても食べた。で、そのうち水も止まった。水が止まるときは確認に来るって思ってたけど来なかった。もう家は水も電気もガスも使えなかったから、単なる休憩場所になってて、外にいる時間がかなり長くなってた。水はそこら辺の公園とか、面倒くさければ池の水を使ったりしてた。水を運ぶのは自転車があってもだいぶ面倒くさかった。重いし濡れるし、それに量があんまり運べない。家にあった空きペットボトルを何本も使った。こんな感じに書いてるけど、実際はかなり辛かった。税金とかそういうのは全くわからないけど、とりあえず自活は必死になってなんとかできてた。病気になったりもしなかった。そんな風になんとか生きてる状態の時で、リビングで焚き火してる時に妹が帰ってきた。妹は手を軽く上げながら、会って行ってきた。久しぶりに見た妹が、だいぶ綺麗な格好してるように見えて、キラキラして見えた。俺の周りにあるのが、あんまり洗わないで干してるだけの服とか、煙、家とか泥でびちゃびちゃの廊下とかだから、普通に生活してる妹の格好がかなり綺麗に見えた。妹は、たかし？だよね？何やってんの？って聞いてきた。俺は怒りとかじゃなくて、悲しくなって泣きながら、とか言ってしゃがみ込んだ。ちなみにこの、おうっていうのは、お前のしょいでこうなってんだろ。っていう系統の言葉の最初の、おなんだけど、それだけじゃ言えない。お前のしょいでこうなってんだろ。お前らが俺を置いて出て行ったから、俺はこんな辛い思いして、普通のことも普通にできないで苦しんでんだろ。なんで俺を置いて出てったんだよ。お前俺の苦しみも知らないで、なんでそんなこと言うの？っていうような気持ちが整理できなくて、おうおうって泣き崩れた。泣いてるから妹の方は見えないんだけど、妹は、なんとかするから。って言って、もっかい、なんとかするからって言って、どっか行った。俺は泣いたまま寝っ転がって、泣き終わったら天井見ながらぼーっとしてた。マジっち。そしたら妹がまた入ってきて、とりあえず食べ物と飲み物、買ってきたから。って言って俺の頭の近くに置いた。俺は顔見られるのが恥ずかしいから、うつ伏せになって隠した。あとって言って、ちょっとして。これ、これでお風呂行って、コインランドリー行ってきて。って言ってきた。うつ伏せをやめて妹の方見たら、2000円差し出してた。残ったらあげるから、行ってきてよ。って言ってきた。風呂には行きたかったし、洗濯もしたかったし、金もすごく欲しかったから、素直に言われた通りにした。さすがにその状態のまま風呂に行くのは気が引けたから、まず公園で水を浴びて適当に汚れを落として、コインランドリーで洗濯をして、その綺麗な服を着て風呂に行った。でも風呂入ってる最中に、なんで妹は戻ってきたんだろって思った。そんで終わって家に帰ったら、家がちょっと片付いてた。妹がせっせと片付けて掃除してた。あのさ、たかし。
って言ってきた。俺が妹の方見ると、家事とかお金とかあげるからさ、変なこともうやめてよねって言った。それからは妹に最低限の生活をさせてもらってる。話してみたら妹はさすがに人一人を無責任に放り出しておきたくなかった。けど母と父はそうしたいって言ってるから俺のために二人を説得する気まではないってことらしい。だから父母に内緒でこっそり来て家事やって金くれてそれで帰ってく。たかしは仮名。役場に行けばいいのに。やべえな。働かずに釣りするっていうガキ引きこもりの発想にかわいそうになった。働けよくず、自業自得じゃねえか。なんというか、すげえな、もう完全にニートが染みついてる。優しい妹でよかったな。スレ主は未来の俺だ。どうすればいいかわからない。働いて妹に恩返ししろよ。ただのニートではないな。サバイバル能力が高すぎる。そっち関連の才能があるんだろう。働けとしか言いようがない。すげえな。その謎の行動力をなぜバイトに注ぎ込もうとか考えないのか。スレは以上で終わっていました。お次は2021年の1月に建てられたスレをご紹介します。ひほう、ワイニート、ついにマグマに捨てられる。実は種違いの兄弟がいて、最近コロナなのによく出かけてたのは兄に会ってたからということが判明。終わりやね。ずっとワイには隠しててカニとか食いに行ってた模様。もう諦めるしかないわ。チナカンプなきまでに実は、家にほとんどマグマおらなくなった。寝取られ漫画みたいやな。パッパは？パッパは兄がいることは当然知ってた。でも最近何度も何度も会いに行ってることは知らなかった模様。何してんねんやろな。この前はカニ食ってたそうや。介護しなくてよくなったと考えろ。パッパがコロナ中だから勘弁してくれって言ったら喧嘩になってはいまで巻き込まれてカミングアウトや。ちなパッパは知ってた。マッパよかったな。報われたやん。そういうことみたいや。結婚して子供いるから孫が可愛いんやないの。兄は金持ちなんやな、よかったな。結婚して子供3人もおってくさ。マッパに夫が2人おるってこと？つまり一夜。いやあ、もうどうにもならんやんけ。ワイなんてマッパに説教されたわ。私は孫いるからいいけど父さんはお前が頑張らないと孫も見られないんだよ。うるせえ。栄一郎待ったなし。コロナで出かけるなって話からお前のせいでパッパがかわいそうってワイが責められる展開に持っていけるのさすがやわ。何歳やねんお前。ええ加減自立せえ。29。兄は32。捨てられて当然やな。働けやかす。あ、兄の年齢違うかも。まあええや。というか兄て。お前みたいな弟いらんから、兄はやめたれ。ごっつぶしより孫作ってくれた兄がかわいいのは当たり前やろ。何言ってんねん。だよな。わかるわ。パッパはパッパでマッマに兄がいることをなぜこんな時に言ったんだってブチギレ。もうめちゃくちゃや。正確には兄プラス兄の嫁と仲いいらしい。孫にバーバと呼ばせてご満悦な模様。公園生活待ったなしだな、おめでとうやで。ここからいくら頑張っても裕福な家庭で既婚子供3人のエリート兄に勝てるわけないので、何やっても捨てられることが確定やわ。なんで働かないの？難病持ちなんや。もう何もかもやる気なくなったからニート貫く決意をした模様。いや働けよ、自分の飯代くらいは。いやもうどうせ何やっても無駄やし、ええわ。だから捨てられるのかなんとなくわかるな。もう何やっても手遅れやん、こんなの。今マッマ横浜一旦を。なんで働かないの？働けない理由があるの？難病持ちなんや。障害年金で暮らしてるの？内部障害やないから出ない。ちな障害手帳持ってんのか？内部障害やないから出ない。偽障害者かよ、呆れたわ、十分働けるね。スレ主は兄に感謝せえよ。もし一人息子がニートとかやったら発狂して今頃殺されてるかもしれんかったで。そもそもマッマは兄が子供の頃から何度も面倒見てきたそうで、授業参観とかいろんなの出てあげてたんやって。実は全然知らんかったわ。骨盤体操から始めろ言われる。もうやってられんわ。29年母親と暮らしてんのに母として離れ離れになった兄の方が愛情が強いんやな。その点はようわからんな。まあ元から愛されてなかったんやろな。なんでマッマは兄を引き取らんかったん？有責配偶者？全部の不祥事で離婚したそうやが、それが本当かわからん。当時は確定とてもじゃないがシングルマザーにはなる覚悟持てなかったそうや。難病持ち捨てるのはかわいそうやな。歩けなかったら働けないじゃん。骨盤体操から初めて歩けるようにならんといかん。まあやらんから歩けないんやろって言われるだけ。なんや、車椅子生活かついでもついてんの？外歩けないだけで家では歩けるで。へたり込んで歩けなくなったりして周りに迷惑かけるから外出られん。いい歳して働きもせず家にいる息子と自立して結婚して子供までいる息子。どっちの方が大切かって話よ。そろそろ寝るんを。マッマもパッパもおらんし、人生終わりやろなこれ。ただの働きたくない言い訳やろ。ワイニートが今から裕福な家庭で既婚で子供3人いる兄よりも優先されるにはどうしたらいいですか？お前も兄の家に住む。どこに住んでるかわからん。顔すらわからないんだなこれが。名前は聞いた。異世界転生するくらいしか手段ないよ。寝て夢の中で戦うわ。毎晩寝るたびに栄一郎のこと考えそうでくさ。栄一郎とはちゃうやろ。あんなに金あったらワイも楽しく暮らせてたやろうな。兄嫁めめとって兄貴の脳を破壊する仕事が残ってるやん。何もかもを取ってる人間のクズで、半分とは家血の繋がった弟にしかできん崇高な任務や。
スレは以上で終わっていました。いつまでもニート生活が続くという保証はどこにもないので、ニートも生活の知恵はつけておいた方が良さそうですね。皆さんは家を追い出された経験はありますか？